はい、続いてのお便りです。カモネさん、コンカモです。もしよろしければ2019年の逸ぞやにやっていた各キャラこれやろう動画の延長で土曜日の 1,2 時間1キャラで対戦しながら話すコーナーのようなものをしてほしいです。初中級者に向けてあまりコンバ難しくなく触るための技やこれやると強いよみたいなのを実践かトレモでやっていただきたいです。難しいようでしたら構いません。あー、なるほどね。これ10問目、ご質問いただきありがとうございます。あー、はいはいはい、確かに確かにな。これね、確かに大事なのかもな。現状の話をすると、まあ自分ね、まあそれなりには忙しくて、それなりに忙しくて、このこう配信以外の時ってずっと仕事してるんだけど、その、なんつうの、この企画をやるためにはちょっと準備が必要だな。ちょっと準備が必要なんだよな。調べなきゃいけないんだよな。この配信ね、ノープランでやってるからできてるんだけど、これはね、ちょっと調べないといけないんだよな。まあ確かにでも需要はありそうだし、みんな見たいって言ってる人も多いんで、ちょっと考えてみます。考えてみます。そんなに難しくない、その、なんだ、パッとできる範疇で、かつそんなに間違えてねえな、みたいなレベルのやつ、ですかね。初中級者、とりあえずこのゲーム始めましたからの、これがいいよっていうやつがいいかな。実践は結構難しいんだよな。トレモで説明してやるのがいいような気もするが、結構実践だとね、長くなっちゃうんだよね、動画が。そう、なんだろう、 1,2 時間じゃ収まらん、なんかあれも話したい、これも話したいってなっちゃう気がするから、結構難しいよな。一番この手のさ、解説で俺が本当はしたいのって、初中級者の人が実際に困ってるっていう対戦を見て、俺がね、こういう風にしたらええんじゃないですかっていう話すのが一番本当はいいんですよ。その初中級ってさ、すごい広くて範囲がね、でどれぐらいモチベーションがあるかもわからんし、まあ、なんならその直接会ってあだこうだ言った方が、まあ、お互いのためにね、いいなと思ったりはするんだけど、そうなんね。リプレイ送ってもらう。人が撮ったリプレイってこのゲーム見れるんだっけ？どうだっけ？まあでも、なかなか難しいね。まあとりあえず、そうだな。1キャラずつ、ちょっと軽く話すっていうのをちょっとやってみえないかなと、やってみますんで。ちょっと考えてみます。これ需要ありそうなんで、やってみます。できる範囲内でやってみます。はい。ご質問いただきありがとうございます。質問ではないのかな？